山田風太郎、山田風太郎、山田風太郎、1922年、大正11年1月4日から2001年、平成13年7月28日は、日本の小説家。本名は、山田誠也。電気小説、推理小説、時代小説の3分野で名を馳せた、戦後日本を代表する、娯楽小説家の一人である。東京医科大学卒業、医学士号取得。 魔界天章や忍宝町シリーズに代表される奇想天外のアイデアを用いた大衆小説で知られている。南宗里見八賢伝や水古伝をはじめとした古典伝記文学に造形が深く、それらを咀嚼、再構成して独自の視点を加えた作品を多数執筆した。2010年、その名を冠した山田風太郎賞が創設された。筆名は、 中学生時代に三人の友人らと互いに呼び合うのに用いた雷、雨、雲、風という不調。そして受験雑誌への投稿時代にペンネームとして使用した風に由来する。当初は風だろうと読ませたかったようである。国立国会図書館のデータベースにその名残が見られる。が、最終的に風だろうで定着した。なお、戦前、戦後の映画。 芸能雑誌をコレクションしていた色川舞代が、その雑誌の中から、たまたま学生時代の風太郎名義の投稿を発見し、そのページのコピーを山田に送ったこともある。生前二回名を、風、陰風風故事と、自ら定め、八王子の上川霊園にある墓石には、風の墓と刻まれている。兵庫県養父郡関,関宮村、現在の養父市に生まれた。 父母ともに代々医者の家系で、父は同地で山田院を開業していた。父のまたいとこは男爵加藤博之であり、加藤博之の孫が浜尾志郎、古川六葉兄弟であった。妹、秋子が誕生したものの、5歳の時には父、太郎が脳卒中で急死した。9歳で山院の諸寄村に転居したが、11歳の時に母親が老夫の弟であり、 同じく医師となっていた叔父と再婚して、山田医院を再開、故郷の関宮へ戻る。兵庫県立豊岡中学校、旧正中学イコール5年生。現在の兵庫県立豊岡高等学校に入学して、寮生活を始めた。翌年の1936年、母、秋子が肺炎により、死亡、山田医院を継いでいた叔父は別の女性と再婚した。 その後は再婚後のおじ夫婦に養われることになったものの、互いに親子の情愛は得られなかったという。旧制中学時代の教師に奈良本達也がいた。吉田康彦、国際政治学者は中学の同級生で友人。1940年、豊岡中学を卒業したものの、旧制高等学校の受験に失敗。 さらに2年間浪人するも死亡校への合格はならず、1942年、昭和17年8月、中は家出状態で上京した。20歳となった同年には徴兵検査を受けたが、六幕縁のために、兵種合格とされ、入隊を免れた、当時、公主と、おつし合格の者のみが徴兵されていた。東京では、沖電機の軍事工場、品川で働きながら、 受験勉強を続け、1944年、昭和19年、22歳の時に、旧正東京医学専門学校、後の東京医科大学に合格して、医学生となった。入学後は、虚無的な青年として、読書を心の支えに、戦時下の生活を送る。1945年5月には空襲で、焼け出され山形に避難。その後は学校ごと、 長野県の飯田に疎開するが、敗戦の前日には、異常な精神状態となり、友人と徹夜で議論し、日本を救うためには、不当不屈の意志の力で、あと三年戦うしかない、無再現の殺戮にも耐え抜いた時の身にこそ、日本人の誇りは、守れると、戦争継続を訴えた。翌日、8月15日の日記には、帝国追議的に、ぐつす。とのみ記される。 山田は、避難先の山形で、沖電気時代の恩人、高須氏の夫人の連れ子にあたる佐藤恵子、当時13歳と出会っており、後の1953年に結婚し子供を得て、修正を伴いにすることになる。日本の敗戦については、その後、最大の敗因は科学であり、さらに科学的教育の不手際であったと日記に、表している。 山田風太郎作品にほぼすべて共通する、一歩引いた視点からの人間や歴史への視点は、幼少時の両親との死別、そして多感な青春時代に起こった太平洋戦争、大東亜戦争によりがた作られた。特に徴兵検査で、体格不適格で兵士合格となり、劣害のものとされたことは、彼の内面に、社会から阻害されたものとしての意識を形成することに、 なったと、自ら語っている。正式なデビュー以前、旧正中学時代に何度か雑誌に小説を投稿し、入賞している。おじからの仕送りで、医学生をしていた、時代、生活のために、宝石の短編検証に応募した、ダルマ峠の事件が入り、1947年1月号に、掲載したことで、サッカーデビュー。1950年、28歳で、 東京医科大学を卒業したものの、医師になることは、自ら不適と決める。戦後の荒廃した世相を背景とした、推理小説を中心に多数の短編を発表。また、同期の作家である、高木明光との合作小説、悪霊の群を執筆するなど活動を続け、山田、高木と島田和夫、加山茂、大坪砂は、 探偵小説界の戦後派五人男と呼ばれた。長編、誰にもできる殺人、棺の中の閲楽」等は、読み切り連載特有の制約を守りつつ、全体を意外な結末へ導く工夫を凝らしている。作者本人は、明治者の,の一作である、明治断頭だよ、自身のミステリー作品の最高傑作と述べている。デビュー以来十年、日本ミステリ界の巨人であり、 宝石の編集長を自ら務めた江戸川乱歩への恩もあってミステリー作品を中心に執筆した。ただ、時事雑誌のカテゴリーを無視して時代小説を寄稿している。ミステリーは自分には向いていなかったと山田自身は語っているが多数の傑作を残したことは事実であり、2000年には日本ミステリー文学大賞を受賞した。現代を舞台にしたミステリー作品は 1960年代半ばまで断続的に発表された。例外として、新曲崩壊は1987年の作品である。花の位置にペニスがあるという突拍子もない設定の陰茎人をはじめとするユーモアナンセンス作品、学年誌に発表した少年向け作品や歴史を扱った小説も多数発表。山屋敷ヒズに代表されるキリシタンもののように、 日本を舞台にするだけでなく、原稿料の代わりにもらった中国史大記書の一つ、金平梅をミステリーとして再構成した洋衣金平梅があり、忍法帳を執筆するきっかけともなった。なお、時代小説は晩年に至るまで執筆している。洋衣金平梅の後、同じく四大記書である水古伝を本案しようと模索するが、百八もの武術を考えるに至らず、 代わりに忍法という奇想天外な術を用いて活躍する忍者たちの小説を構想する。1958年昭和33年に発表した甲賀忍法帳を皮切りとする忍法帳もので流行作家となる。これは安土桃山時代から江戸時代を舞台として想像の限りを尽くした忍法を駆使する忍者たちの死を描いた作品群である。 1963年、昭和38年から、講談社より発売された、山田風太郎人法全集は、1十巻の予定であったが、観光途中で連載を終えた、八ギ忍法上の上、中、月巻と短編集2冊加えて、全十五巻となり、累計で300万部を売り上げるベストセラーとなった。その後も掲載誌を問わずに、多数の長編、短編が執筆された。 その中には、細部の設定を詰めずに連載を開始したものも多かった。特に、野牛十兵衛三部作の第一作、野牛忍法上は当初は、二次五十国と題され、十兵衛が登場する予定はなく、第二作、魔界転生は、どんな忍法が登場しても大丈夫なように適当な、題名、おぼろ法帳をつけたものの、結局内容にそぐはなくなった。そのため、 二次五十万国は単行本化の際に、おぼろ忍法長は、角川文庫収録時に、忍法魔界天章、口述する1981年の映画化の際に、現行の題名に解題された。同時期に、白土三平が、歌手本劇が、忍者武芸長影丸伝を発表しているが、従来の忍術を忍法に変えたことが共通する程度で、作風的には、 あまり類似性はない。山田は生前、白土の漫画のことを読んだことがないと語っており、それぞれ同時代に時代精神として並行して発生したものだと考えられる。忍法町シリーズの執筆は1960年代の終わりまで続くが、1970年代に入ると幕末を舞台とした時代小説を中心に手がけるようになる。 忍法帳の様式に当てはまる最後の作品は、明治初期を舞台とした、開花の忍者、1974年、昭和49年である。幕末を舞台とした短編は1970年代を中心に、いくつか書かれているが、長編としては、天狗島の乱を描いた、魔軍の通過と、明治元年に、薩摩兵が斬殺されたことに対する報復による、元幕臣の悲劇を、 九、主来新郎、国貞忠春の息子が、教格修行の旅を続けるうちに、維新の騒乱に身を投じる、旅人、国貞隆二などがある。主来新郎は、幕末の動乱が収まっていない時期であるため、明治もの、カテゴリーからは外れる。いずれも、維新の、いわゆるヒーローのような人物がほとんど関わらない、出来事を取り上げているのが特徴である。旅人、国については、 後半、維新の趣旨や新選組、坂本龍馬などが登場し物語に大きく関わりは、するが、維新の部外者である教格の目を通して、一定の距離を置いた幕末の動乱が描かれている。幕末の作品が橋渡しをする形で、1973年、昭和48年に、明治時代を舞台とした、警視長蔵誌の連載が、オール読み物で始まる。明治物と呼ばれる。 作品群は、明治六年から八年を舞台とした、警視長蔵誌から、基本的に作を進めるごとに時代が下ってゆく。現当辻馬車、主人公は、元合津藩士。三遊亭園長、大山岩尾、捨松、田山片井、川上乙次郎、貞役子、坪内昭洋が登場は、明治十五年から十七年、地の果ての極、主人公は、愛の天国と言われた。 有馬四郎女、原種明、高田露伴、細谷十大夫、横川正造、鈴木温田が、井上伝造、岩村隆俊、新島城が登場は、明治十九年から二十年が舞台。明治南東大は、例外的に遡って、千八百六十九年、明治二年から千八百七十一年、明治四年の最初期を舞台にしている。日本人に、馴染みの深い、 あるいは名前を知っている歴史上の人物や事件を交差させる手法が特徴である。史実と史実の間を独創的なエピソードによって繋ぐこの手法は人物や事件を可能性の中から模索して結びつけることに成功している。ほとんどの作品は破綻を見せずに完成させているが意図的に史実を無視した部分も存在する。これは他の時代を扱った作品においても同様である。 1986年昭和61年発表の明治十手歌を最後に明治ものの作品執筆は終了する。1989年平成元年足利義政を主人公とした室町少年クラブを皮切りに資料面の不足などから当時敬遠されていた室町時代を舞台にした室町ものと呼ばれる作品群を発表した。この中には 以下のような作品がある。野牛十兵衛スは小説を書くとその分命を縮めると考えていた山田が書いた最後の小説でもあるが実際は白内障や糖尿病、パーキンソン病を次々患ったことで執筆活動そのものが困難になっていたとされる。そのためか晩年にはアイデアはあると語っていたが小説にすることはなかった。室町時代を舞台に 連ン狂言回しとして、八賢伝の剣士たちが活躍する、室町者の構想もの一つであるが、もし執筆されれば、室町者と忍法朝との間の年表上の空白をぎない、忍法八賢伝、八賢伝と合わせて八賢伝三部作とも言える、作品になったはずであった。なお、室町、戦国、江戸、明治、戦後初期と、 それぞれ舞台とした小説の空白期間である大正期、戦前期についての作品を書いて、風太郎サーガとして時代の流れを全て続ける構想もあ。90年代は随筆や対談、インタビュー集が出版されたが、その中でもパーキンソン病にかかった自分自身を見つめたエッセイ、あと1000回の晩飯は出色の出来である。 2001年7月28日、肺炎のため、東京都多摩市の病院で死去。明日である7月28日はくしくもの江戸川、乱歩の明日と同日である。上に挙げたようなカテゴリーに当てはめられる、作品群以外、上記以外の著名な著作に、等が知られる。また、学生時代の書館集や、自身の子供の成長を書き記し、後に読め入り、道具として、 娘に持たせたという山田風太郎育児日記がある。1990年代に入ってから、忍法帳シリーズはリバイバルと言える状況が2つの要因により発生した。一つは、オリジナルビデオ、V シネマのブームの中で、くの一忍法帳をタイトルに関したシリーズが発表されたことである。これらは、いわゆるエログロナンセンスが強調され、くの一が、 全く存在しない作品であっても登場させ、お色気シーンを加えたりするというものがほとんどである。他では映像化されていない、忍法調作品、被疑書争奪や、地雷なり忍法調が原作として取り上げられた点は貴重であるが、V シネマとしての忍法調は、山田風太郎原作の作品というよりは、くの市忍法調というブランドとして扱われている。もう一つの要因は、 北上二郎が指摘しているが、脚本家から小説家に転じて、時代電気小説の分野に一大センセーションを巻き起こした、竜慶一郎が1989年に小説家活動をわずか5年で休生したことである。高氏の作品から時代小説に入ったものの、その詩によって読むものがなくなった、読者層には同傾向の過去作品を探し求めた結果として、 忍法帳シリーズにたどり着いたものが少なからずいたという。山田が新作小説を発表しなくなってから忍法帳シリーズに比べて正当に評価されていたとは言いがたい作品群の再評価が始まった。その先陣を切ったのは山田風太郎傑作大前高裁道文庫1996年前24巻である。この中には入手困難だった。 ミステリー及び時代小説の長、短編が数多く収められ、隠れた名作を手軽に読めるようになった。ただし、本の帯などでミステリー作品にあるまじき種明かしがされている。その後出版された公文社文庫版にはない。現在でもこのシリーズでしか文庫化されていない作品が多く、1963年の長編、太陽黒天が広く知られるきっかけともなった。 山田が手をつけるまでは、明治時代は、歴史、時代小説の鬼門と言われた時代があったが、明治もの,の成功以降、明治を舞台にした小説を書く作家が増えた。なお、明治もの,の実在の人物たちが、もしも意外な場所で出会っていたらという手法は、多くの作家に影響を与えた。関川夏夫がやはり明治を舞台として、 谷口二郎と合作した漫画、ぼっちゃんの時代シリーズはその典型だが、他にも類似の手法を取った作品は多い。2001年に作者が死去した後も様々な形で企画が立ち、復刊、あるいは初短後本化が続いている。2003年には、故郷兵庫県洋府市に山田風太郎記念館が開設された。他のカテゴリーに当てはまらない。 時代小説について、山田風太郎用意小説コレクション、徳間文庫、2003年にまとめる企画が立てられたが、最初の4巻目で終了。時代小説のうち、史実と異なる設定や結末、作者考案による架空の人物、タイムスリップ、架空戦士を含む歴史 SF などを本校で別記する。長編の人法調作品は、 基本的には連載終了後に単行本化された。長編は、約28作品、忍法帳に入るか議論の分かれる作品ありあると、される。山田自身は、長編が31作と言及している。1970年代後半より、角川文庫から佐伯敏夫による、官能的な表紙へ、文庫カバーの山田風太郎作品、赤紫の背拍子で揃えているが、 忍法帳を中心に発売された。さらに1981年、魔界天章の映画化がきっかけで、再び忍法帳は脚光を浴びる。現在ではほぼ絶版だが、忍法剣士伝と女郎秘書は2008年現在も販売中。角川文庫のラインナップにないのは、魔天忍法帳、忍法創世記、武蔵野水古伝、野牛十兵衛室その後、 2003年の魔界天章の再映画化に伴い寺田克也による表紙で甲賀忍法帳などが復刊した。なお、1990年代に講談社が忍法帳の大半の作品、17長編、作者による次戦短編集をノルスで出版。1998年から翌年にかけて一部が天野義隆の表紙で文庫化、全14巻され、ノベルスは 絶版となった。昭和21年以降に書かれた日記は、小学館で様々な雑誌などに掲載されたエッセ群は、ちくま房で没後出版された。いくつかの作品は、映画、テレビドラマ、舞台化され、根強い人気を証明している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。